トゥルカナはケニア西部の旧リフトバレー州北部のカウンティ。中心都市はロドワ。2009年の人口は85万5399人。ケニアの最北西に位置し最大の面積を持つ。トゥルカナ古西岩の支流で石器時代に文化があった。最古の遺跡は330万年前に遡る。カウンティ南西部のナタルクでは狩猟民族同士の紛争の証拠が残っている。 1900年から1918年、イギリスがこの地域を征服した。1926年、イギリスがすべてのトゥルカナ人を復従させた。1958年、イギリスは石ロに住むトゥルカナ人をこの地域に強制移住させた。1976年までケニアの他の地域からこの地域への道路は封鎖されていた。2000年の報告では、 カウンティ北部の住民は、エチオピアからの襲撃によって、絶滅寸前となり、生存者もカウンティ南部に追いやられた。2005年、金が発見されたと発表された。2012年3月26日、ムワイキバキ大統領は、トゥルカナで石油を発見したと発表した。イギリスとアイルランドの合弁会社のトゥロウ石油が、開発している。2013年、 ユネスコが大量の地下水の存在を発表した。この地域はトゥルカナ語ではアトルクスベンと呼ばれる。いくつかの地名はポコット語やサンブル語由来であるが、その和社はトゥルカナ人に追放された。1982年の年間降水量は1 1 5ト、mm、ルから6 5 0ト、mm、ルだった。1938年から1988年の 間に13回干ばつがあった。トゥルカナはケニアの最貧地域である。ジョセフ・エブヤ。ありがとうございます。